ホンダ CBX、ホンダ CBX400 回 CBX400 回は、ホンダ技研工業が、かつて製造販売したオートバイである。本校では追加設定された、CBX400 回インテグラ、姉妹社の CBX400 カスタム CBX550 回インテグラについても解説を行う。形式名 n c 0 7 1981年から1983年と要望により1984年に再発という形で製造を販売された4ストローク4気筒エンジンを搭載するロードスポーツモデルでホンダ技研工業の 400cc クラスとしては1977年に生産中止となったドリーム CB4004 以来の4気筒エンジン搭載車である 本モデル以前に九百七十七年から製造販売されていたフォークシリーズは四百 c c クラスなら四気筒より二気筒の方が早く効率が良いとの理論に基づいて最置 C3 バルブに気筒エンジンを搭載していた当初は同クラスで販売されていたヤマハ発動機が製造する r d 四百 g x 四百、スズキが製造する g t 三百八十 g s 四百。 川崎重工業が製造する KH400Z400 を量駕する高性能で芝叩く間にベストセラーとなり姉妹車種を増やしていった。しかし1979年に川崎重工業が4気筒 DOHC エンジンを搭載する Z400FX の製造販売を開始するとブームとなり1980年にはヤマハ発動機が XJ400 鈴木が GSX400 回で追従。さらにすでに生産中止となっていたドリーム c b 400 4 0 0ーも中古車販売価格が新車価格を上回るプレミアム車となっており、スポーツ志向をより強くした CB400N スーパーフォーク3を投入しても販売面では苦戦を強いられた。またユーザーや販売サイドからも4気筒投入の声を求められたこともあり。 ホンダ技研工業は効率優先をアピールした二気筒エンジンでの市場回復は難しいと判断し、一度は廃止した 400cc クラス4気筒モデルの開発に再び着手し、1981年に発売されたのが本モデルである。Z400FX 以降のミドルクラス4気筒ブームにおいて最後発となることから、最、車体は いわゆるネイキッドタイプに分類されており、フレームはダブルクレドール型を採用したほか、キャスター角26度トレール 97mm、シートコーナー 775mm に設定された。またリアウインカーとテールランプは一体化した、コンビネーションランプを採用した。搭載される NC07E 型クーレ4ストローク、4バルブ DOHC4 気筒エンジンは、 内径 X 工程イコール 55.0AX42.0 排気量 399cc 圧縮比9.8エンジンオイル容量3.0リットルに設定燃料供給は容量を17リットルのタンクから米50アンペア型キャブレター4機で行いトランジスタ点火装置を装着し最高出力 48PS11000RPM 最大トルク 3.24KGFM 9000RPM のスペックをマーク。動力伝達は、左足動式6足、マニュアルトランスミッションを介したチェーン駆動を行う。また液ーストマニホールド並びに、マフラーの排気系は4から1から2の左右2本出しで、あるが、エンジンヘッド直後から4ミント1に集合させる。 間は1から3番シリンダーからのエキゾーストパイプと4番シリンダーからのエキゾーストパイプを X 字型に交差させる本モデル独自の配置となった。サスペンションはフロントがテレスコピック、リアがスイングアームと形式こそ一般的であるが、先代モデルの CB400D スーパーホーク3で採用された前輪のセミエア構造から前後ともフルエアサスペンションとなったほか、 以下の新機構を導入した。ブレーキは、前後とも、デュアルピストンキャリパー式ベンチレーテッドディスクブレーキで、あるが、オートバイとしては、世界初となる、インボードタイプとした。タイヤは、前輪が 3.60h-18 から4、pr、後輪が 4.10h-18 から4、pr のチューブレスタイヤを、ブーメラン型スポーツコムスターホイールに装着する。 メーターパネルは CB750 回と同一デザインの燃料系、タコメーター、速度系を装備する透過公式アナログ3眼タイプを装着する。また軽量化の観点からセパレートハンドルブレーキ並びにチェンジペダルはジュラルミン単造製、ステップホルダーはアルミニウム合金製とされた。本校では発売順に解説を行う。 1981年10月27日発表、同年11月17日発売。車体番号 NC07 から1 105、並びにモデルイヤーコード FC。カラーバリエーションは、レッド単色、レッドホワイトツートンブルーホワイトツートンの3種類で、価格は、レッド単色が47万円、ツートン2車種が48万5千円とされた。 本モデルは1983年10月に、後継の NC17 型 CBR400 回へ、モデルチェンジにより生産終了。同年12月で、販売終了となったが、市場からの要望により1984年10月に、車体番号 NC07 から106並びに、モデルやアコード FF へ分類される、モデルの再生産が行われた。搭載されるエンジン形式こそ、 n c 0 7 e 型であるものの CBR400 回用をベースにしているためパーツの互換性は少ない。カラーバリエーションは、レッドブラックと、レッドホワイトとの2種類となり、グラフィックパターンもラインの配置が若干異なる。他にもホイールのブーメラン型コムスターが、黒色という相違点がある。また CBX400FK と呼ばれる、教習車仕様も設定された。 同仕様は各種インジケーター装備の他ハンドルが CB750 回 B と同一仕様になるなどの相違点がある。CBX400 回インテグラ1982年6月29日発表同年7月1日発売。日本初のフェアリング標準装着モデル。形式名は同じ NC07 であるがモデルイヤーコードはイ 2C となる。カラーバリエーションは ツートンカラーのみの設定で価格はベースモデル費64000円高の549000円とされた。ハーフサイズのフェアリング本体は対衝撃性に優れた ABS 樹脂製、スクリーンはポリカーボネート製としたほか、スクリーンの周囲には安全の面からモールを装着し、バックミラーはフェアリング装着とした。また、ウィンカー自動キャンセル機構を装備し、ハンドル切り角センサー、 車速センサーコンピューターにより動作を制御される。1982年9月28日発表。同年10月1日発売。形式名 PC04。CBX400 回インテグラの排気量拡大バージョンとも言える大型自動二輪車で搭載される PC04E 型エンジンは、内径 X 工程 59. X、59.2X52.0。 排気量 572cc に拡大。圧縮比9.5から最高出力 60PS、1万 rpm、最大トルク 4.7kgfm、8000rpm のスペックをマークする。エンジン以外にもフロントのインボードディスクブレーキのダブル化、ホークスタビライザークラブバーを装備する点が CBX400 回インテグラと異なる。ベースは輸出仕様で製造されていた。 CBX550 回であるが、日本国内ではフェアリングを装着したホワイトに、ブルー系ストライプを装着するカラーリングの本モデルのみが販売された。1983年3月23日発売、同月24日発売のアメリカンタイプモデル、形式名 NC11、400cc4 気筒ブームに、最後初モデルとして投入されたことから、 圧倒的なアドバンテージを得た走行性能や交換精度でライバル他社に対して短期間で圧倒的な売上を記録し 400cc クラスでは販売面でトップになるまでの大ヒット車種となった一方でスペック競争の加熱により人気を得たレーサーレプリカの台頭もあったことから製造期間2年に1台限りでモデルチェンジされたものの あとにレプリカブームとは一線を隠す人気から再生産が行われるなど高い評価を得たモデルと言える。このため当時の排気量 125cc 超二輪車、累計販売台数記録は総合1位を獲得。この記録は2003年のヤマハマジェスティによる更新まで約20年間保有された。生産終了から30年以上経過した現在でも中古車市場で 価格高騰が続くほどの人気から、中古価格の相場が、新車販売価格の倍近い100万円前後、コンディションの良い車両だと300万円以上の値段がつく加熱ぶりである。この人気から全国的に、車両盗難が相次ぎ件数も通常の約3倍と突出していることから、本モデルは損害保険会社に盗難保険への加入を拒否される異例の事態となった。 さらに本モデルの人気は、現行モデルにも影響を与えており、CB400 スーパーフォアの車体色には、キャンディブレイジングレッドや、パールヘロンブルーといった本モデルを模したグラフィックが、設定された。ホンダ技研工業公式 HP 外部サイト、ありがとうございます。